皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドグス2遊んでいきましょう。さあ今日はね、サイドオペレーションをちょっとやっていきましょう。これいこうかな。サイドオペレーション影、目標ビクトールちゃんの電話をハッキングしろ。概要、ブラトアとアンティースが怪しい取引を準備していることが判明したので、デッドセクは有名なアンティースの溜まり場に行き、さらなる情報を得る。でね、近いんだ。そこに。すぐそこですね。行くぞー。今回ですね、サプレッサー付きのアサルトライフルを買っておきました。これがあればだいぶはかどるはず。フルオートサプレッサーライフル。ゼロデーライフル。で、そっちか。そこの奥。敵いますね。一旦パーッと行って、よし。さあ敵の編成をチェック。こいつをハック。チャットしている。取引の場所は今送ってる。それと現金バッグ。ん？ちょ、危ねえ、危ねえ。バレていた。危ねえ。そして、どうすんの？ちょっと敵の増援来る。マジか。これはね、本当にハプニング。やっちまったな。クールポコ。お、すげえな。ドッカンドッカン。ん？その奥？どこ？その茂み。ちょっとこれはね、申し訳ない。これ本当申し訳ない。どうしてこんなことになったんだい？よし。ワンチワン。もうこっちはこっちで。危ない。よしと。全員殺して。現金はいただく。そしてどうすんの？すいません、さっきのできてましたね。で、次、取引場所を調べろ。秘密の会合場所を突き止めた。大きな犯罪取引を暴露できればフォロワーがたくさん増える。調べてみよう。で、こっち、これはここかな。ここに飛んで、そしてね、待って、そこに何か出た。ハック。こいつをハックして、おそらくこいつもあれかな、サブクエ。ほいで、そっち。私がよがるのはそっち。なあ、プロラップスを知ってるか？アンドロ？そうだ、ライブストリーム中にスワッティングしてる。かなりのクズ野郎ね。しかもデッドセックを語ってる。勘弁して、スワッターが好きな人なんていない。私たちのイメージが悪くなる。ちょっとやつを追ってみるよ。うわ全く痕跡を隠してない。もう住所が分かった。やつを糾弾する声明を準備しておくよ。教訓を与えてやろう。そして新サイドオペレーション、悪評スワッティング。いたずらでね、スワットを呼ぶんですね。そっちか。スワッティング久しぶりに聞いたな。で、そこ開けて、入って大丈夫？で、そっち。こっか。遅かった。誰もいない。何もなかったのかも。何かあったことは確かだな。どう見ても犯罪現場だ。調べてみる。そこに携帯電話。
もう連中を去った後、そこのこのコンテナの中、どう入る？さっきのはまた別の回収アイテムで、このコンテナの中、これもちょっと待って、どう入ってんの？入れんぞ。ここにジャンパー置いて、いける？微妙。あ、いけますね。どうなってんだ。よしよし、死体か。出ました、エイデン・ピアス。この周辺にいるのか、歩きスマホおじさん。これでミッションクリア。マジかよ、おい。え？エイデン・ピアスだ。ねえ、何の話？スーとブラトワの死体の山を見つけた。エイデン・ピアスがやったんだ、ついさっき。シカゴのビジランテ？彼だって罠なんだ、助けないと。これは行くしかないでしょう。エイデンのピンチで、目標、エイデン・ピアスに罠のことを忠告しろ。エイデン・ピアスは巨大な人身売買組織を潰すためにアンティスーとブラトワの悪党たちを倒した。デンドセクは彼が成功するよう協力する。行きましょう。こっち、あの入道施設のすぐそばとなったらこっちかな。さあ、エイデンさん出てくるんですかね。多分ね、これウォッチドグス1の方が雰囲気好きっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかな。あのダークな感じ、そしてあのイケメンボイスが聞けるんでしょうか。エイデン・ピアス、森川俊之さん。こっちを通って、この中、こっちか。パッと見は敵へなし、ただいるはず。そこに一人いますね。そっちの奥もう二人。リローディン、よし、お小遣いをちょうだい。そしてさらに地下、この奥。こいつは CTOS の端末。ピアースがやばい、ピンチだ。いいから早く助けなさいよ。歩きスマホおじさん。エイデン、囚われている。そして見張り、こいつを誘導して、その隙に逃げるんだ。逃げるぞ。あの身のこなしとスマホは確かにエイデン。危ない。で、最後に連中殺して
脱出。いませんね。こっち、こっちは開かない。どうなってる。そっちか。敵多いな。いざとなったら爆発装置聞きましたね。二人、そこに、そっち行く。よし。そしてまだ上にいる。上に二人来ますね。分かっていればこっちのもの。それとそこに紐でこうです。よし、これでミッション完了で、あとは逃げるんじゃい。どっち？そっち。しかしエイデンさんは多分神の出演的な感じになるのかな。話さなかったもんね。セリフを発さなかった。さあどうかな。さっきエイデン・ピアースとタッグを組んだ。冗談でしょ。冗談じゃない、確かに本人だった。フォックスだ。写真は撮った？まさか。彼に狙われるのはごめんだ。マフィアやストリートギャングを倒して人身売買組織を一人で壊滅させた男だぞ。けどタッグを組んだんでしょ。俺がいなかったら死んでた。へえ。本当だっての、俺が救ったんだ。さあこれでミッションクリア。影、もうちょっとね、出てきてほしいね。エイデンさん、果たしてまたタッグを組めるのか。そして次のサイドオペレーション。さあそしてさっき出てきたサイドオペレーション悪評、これも潰していきましょう。プロラップスという名のインターネットトロールがネット上でスワッティングする際にデッドセックのタグを使っている。全員のイメージが悪くなるので奴に対処しようということで、お家に来ました。そこにいます。これをね、どうする、どう入っていく。その家の中、こっちかな。ジャンプで、そっちか。これをこうしてするとどうなる。侵入した。どんなやつだ。自宅警備員、素人座った。ネットのゴミ。楽しくなりそうだ。やつ以外は。ネットのゴミ。ああ、お前はクズだ。リックロール92、他の連中と消えるんだな。スワットを送り込んでやろうか。ここで911に電話。ムショ、警察が何だ。全員ぶっ壊して、サンドイッチを食ってやるよ。それと過重点。殺すどもに俺の警戒音をしゃぶらせてから、AK を口にぶち込んでやる。聞こえているなら逃げてください。警官が向かっています。この人は聞こえていない。もしもし、聞こえたら返事をしてください。ということは、そこにご注目。そったらの始末で忙しいんだよ。やばい銃を持ってんだ。今助けが向かっています。ソードショットガン、あと先週買ったウージー、いつぶっ放すか分からねえぜ。言ってる意味が分かりません。電話口に話してください。もしもし。さあ来ましたね。意味が分かりません。聞こえますか。返事をしてください。警察をからかうのは楽しいか。そんな、本当に僕じゃないんだ。ああ、お宅のガキがいる。
これでミッション完了。懲らしめて。こいつはネットの悪いところを凝縮したみたいな野郎だな。さっさとデッドセックから切り離した方がいいね。誰でも参加できるのに。非公式の公式チャンネルがあるの。マヌケへの攻撃を用意してある。やつは首で。ミッションクリア。まあデッドセックの連中もやってることはね、悪いことなんですけども。そして次のサイドミッション、それとこのサイドオペレーションもやっていきましょう。ペンキ仕事。目標ピア39でシターラと会え。何かに挑戦したい、そんな時はこのちょっとした建物から始めよう。で、そこなんですね。で、その上まで行かないといけない。で、こいつを使います。これに乗り込んで、そして違う、こっち、こいつをラジコンのごとく操作して、よし、もうちょっと壁に、そうつけて、そしてあげる。これね、10分ぐらい迷った。そう、結構上がんのね。そして待ち合わせポイント。どこだよトロイの。ここよ、待ちくたびれたトロイ。ああ、建物は間違わなかったぞ。へえ。くそ、マジか。はあ、ありがとう。昔ストリートアーティスト集団と仲良くなったの。街を見る新鮮な視点や新たな動き方を教えてもらった。でも長くは続かなかった。彼らは主張するより T シャツを売る方に熱心だったから。はあ、大丈夫そう。ああもちろん。ああ楽勝だ。でもすごかったよ。うん、当然。手始めにいくつか場所を送るから頑張ってね。グラフィティをかけ、まずはこいつか、ドライバー。ここにさあどんなものを書く。すげえな、一瞬で。しかもこのドット調のどう書いたの。それとね、次一組目の高いところにタグを残せ。3分の0。一旦これで終わりではないね。ペンキ仕事。次。さあ、そして今日最後のサイドオペレーション、解雇通知。これいきましょう。ファーミントンズがデッドセクと関わりがあるという理由で従業員を解雇しているようだ。システムをハッキングして原因を突き止めよう。で、これがね、そこですね。40m? 多分それかな。まずそこにたどり着くまでがウォッチドグス2。一周ぐるっと回ってこっちか、この中。ん、鍵。ということは一旦こっちでね、そっち、このパズルか。
どうなってんの？下？下にあるっぽいな。行くしかない。そこの壁に、そう、パズルが埋め込まれている。よしよし。そしてそこ。また上？まあでもデッドセクと関わりあるっていうふうに思われたら普通解雇されるわな。こいつを解除して、よしよし。会社にメリットあんまなさそうだもんね。しかもデッドセクノリが軽い。よしと。そしてこれが内部。よし、監視システムに侵入した。あとはアクセスポイントだ。いいね。こいつをハック。そしてメール。個人の政治的傾向は雇用政策に考慮されるべきではない。例えばデッドセクは危険と認定されている。今週後半に法的ブリーフィングを行う予定。これで、そしたらね、次ファーミントンズの財務コンピューターをハッキングしろ。どっち？ブルーム製品を試していたようだな。こっち。説明して。ブルームのアルゴリズムを使って従業員を選んでたんだ。キーワードリストの1番を見てみろよ。ああ、もう最高だな。さすが私たち。僕たちを支援してクビになったんでしょ。守らなきゃ。支援者だけじゃない、興味を持っただけでも。本部を調べてみる。クビになった人に素敵な解雇手当を送ろう。ブルーム社、まだそんなにね、ブルーム社はこう根強く本編のお話には絡んできてはいない。でそっちか。ここはね、立ち入り禁止エリア。開けて、そこに敵。カメラでチェック。それと、こいつ。間違えて通っちゃった。そこの、そいつね。よし、すぐ銃を収めて。で、こいつを暴行す。よしと。で、そっちか。これもね、兵回路。こっち。そこの、そこの奥、ダクトの奥。これを解除して、パトカー来ますね。まずいぞ。通り過ぎる。よし、アイテムなし。そしてこの奥へ。いませんね。結構楽ちんだね。そして、そしてオフィス。今ファーミントンズ本社内部が見えてる。さあ、富の再分配を始めよう。それが聞きたかった。このタブレットをハック。またメール。添付資料はご要望のあったデッドセック、プライムエイト、嘘はもうたくさん、ニュードーンというキーワードに特化した従業員の検索結果。質問があったらブルーム担当者まで。さあ、ミッションクリア。これで終わり？
元従業員にはいい週末になれ。1万ドルずつ送ったからな。経理担当に気づかれない？もちろん気づかれる。でも違法口座から送金したから泣き寝入りだ。正しいやり方よ。まったく残りの奴らのハードルを上げないでくれ。さあミッションクリア。よしよし。さあそしたら今回は一旦こだわりにして、でまた次のパートにつなげていきましょう。で次回はメインオペレーション、ハウムスイートホーム。ここに挑んでいきます。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。